はい、どうも。今日は、スペシャルゲスト村方圭さんに来てもらってます。じゃあちょっと圭さんにね、上に登ってもらってハンドプラント一発やってみてもらいましょう。ちょっとやってきてみてよ。はい、一回だけ一回だけ。と雪のところでいいから。雪のところで。こう行ってリップ来るでしょ。リップに行ったらこうバックリップみたいにやって、まくらせればいい。そう。で目線はこっちに置いとくない。着地側。壁側じゃん。こう行って壁登ってってってやった時にこっちじゃなくて、そしてつかそう。そうそう。やるって言われてからの受け入れ早くないですか。こういって、こうって、まあこの辺がリップだとしたら、はい、登っていく、登ってそこがリップだとして、まくらせながら右手を見る。 OK。 で手をこっちじゃなくてこっちに、あ、こうじゃなくてこう、そう。よし、やってみよう。ここちゃんとある？これあるあるある。本当？うん、なかったらもうこうするからね。なかったらもう受け身取る。それ頭からいきません？大丈夫ですか？いや、ねえ、そんなこと言われても何この撮影こんな感じじゃない？見てた今、落ちなかった。おけがするとこだったんだ。見てた、ちゃんと。一番いいノーズタップ決まって死にかけてたから。動けないってなってたもんね。いや、しかも着ってから俺こっち見る余裕なくて、フェイキーでずっと進んできて、ラッキーやったよなみたいな。すればいいでしょ。ハンドプランとしてきて、もうホントラストだから、ね、うん。今やってるほど多分スピードいらない。あの木、倒れてる木ぐらいでいい。超軽めにくればいいと思う。うん、どこまでまくらせればキックぐらいと。あ、もう上でまくらせればいい。リップで。リップでまくらせる。もうリップ行かなくても、とりあえずもう上の方行けばまくりやすいじゃん。まあまあまあ。あともうそれも使って。うん、腕で。受け入れが早い。教育されてますね。あ、すぐ早い。すぐだった。年上なんだけどね。今回の一番の年長者。でもすぐ受け入れっから、やっぱああいう人はね、あの吸収が違うよね。いろんな意味で。確かに、もうすごいっすね。やっぱ伊達に2人でやってないっすね。このアカウント見た方がいいね。ケイ修行。インスタグラム。よし、準備ができてイメトレしてますね。すごい、もう70回ぐらいやってる。あ、すごいスローモーションでイメトレしてる。手振ってる。 OK です。今の枕せもっと強くしたら手つけたよ。わかんないから、今のこう板が上に行っちゃってたから、あれをねブイーンってやれば、で板のイメージね、今のだとこうなの、うん、板がイメージはこう、もっとこっち向ける。そう、もう力でブイーンってやればこっちに側転するような感じか。イメージほんとそんな感じ。またやんなきゃいけないの。あとラスね。だるい。これラスにはだるいって。雨も止んできたっすね。
今の自分面白かったじゃん。いや面白かった、うん、あとメイクって映像だけ撮れた。いやメイクらせようとすんな。でもハンドプラント覚えたらちょっとあれってなるし。なるけどさ、かっこいいな。全然そういうテンションじゃないよ今。冷たいさ、なんかあれですよ。直す直す。直さんでいいでしょ。直す直す、早く直すの。そしてなんかさ、イメージさ、みんなこうポンって抜けてペン抜けなくてもいい。めっちゃもう痛くない？こうなるイメージ。バックフリップしたら早いんじゃないですか。まあイメージ本当でもそんなだよ。バックフリップを途中でやめたみたいな。無理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 、やめらんないから。何言ってるか分かってるけど。バックフリップ途中でや、目線だけ使わないバックフリップみたいな。いや俺も全部目線なんだって。いやだから目線こうじゃん、バックフリップ。それを糸の使い本当？本当本当本当？うん。ここでしょ？そう。で板が今こっち行ってるイメージをこっち、もう上に。じゃあこっち。そうそうそう。俺なんすか、俺なんすか。俺っすか。ぶっ飛ばされるらしいよ。やばい。やばい。このメガネだけでな。ボコボコに仕返そう。ぶっ飛ばされたら絶対ボコボコに仕返す。はい。そこまでできたらできるわ。わかんないもんね。あれ、こう手つきに行くじゃん、うん、あれをビビってこうしてんの今、うん、あれをそのまんま耐えんの、こう板を上に、うん、今板がこう来てんのを手側にこう入ってる。そう、こうしちゃってるからわーってなってる、うん、ほんとバックフリップみたいに上に抜けばいいだけ。その後がイメージわかんない。したらつくじゃん、うん、で、なんか一瞬止まる、うん、止まりたくないんだ。止まんないと今のこの動きになるから、うん、こう来たら板こっちに返す。したらこう来たら、うん、あー、そうだった。でも普通にできるよ。今ハンドプラントだから早抜けみたいになってる。早抜けとビビッ、まあそうだ、ビビって全部の動作が速くなっちゃった。そう、こっちの手がこうな、胸がこっちになったから板が戻されてた。あれをこの状態を一回つく。肩の人体ないんだから。そうそう、飲み込みが早い、さすが。ハンドプラントできるけどたまに失敗しちゃったみたいな感じでしたもんね今の感じね。そうっすよね。できないし、やないし。得意技ハンドプラント。トトロちゃんいるじゃん。え？トトロちゃんいいじゃん。もうやだよ、あの台形みたいになるの。止まるの。そのなんか一瞬ね、無重力感じるから。そう、重力を感じなかったらどうする？あ、無重力感じなくても板をほんとこっちに戻そう。だ、板を最初は上に。手ついたらとりあえずもう耐えてればいい。そうだね。手ついて逆立ち状態、片手で。そのままずんと。したら多分重くてうーってなるか板が振るか。あ、もう一回やるか。1回しかやんないよ、もう、うん、ラスト1回。これを成功するか成功しないか。1
発で撮れてんじゃん、面白い。ああ、さっきのギャルみたいなやつでしょ。ああ、普通はわかるけど。でも行くっていうね。ラストっすか。ラスト1。スピードさ、今ぐらいだって。あ、今ぐらいで十分。K の前に一発ね、お手本できるか分かんないし。さあ K はできるか。来るよ。うわ、惜しい。いやーなってたね。でも今合ってたわ。ちょっと我慢してよみたいな。うん、あれで体変にねじってたから。もういっか。なんかねじれちゃいそうだな、体。一回ブレイクダンスっぽい動きでやってみた、ここ。いや、もう 何十年前だよ。いや、今のパーってやって、こっちに上げて、こっちに足すらせる。わあ、そのサングラスは。どっちもやってるっすか。じゃあ手使わないハンドプラント。それバックフリップじゃんすか。ノーハンドプラント。ノーハンドプラント。あ、もう来た。やる気しかない。惜しい。行き過ぎなければ。これ降ってくる。降ってくるよ、本当に。ああ、多分まくりすぎ。今度はまくってるからバックフリップになっちゃった。もっと緩めでいいと思う。そこまでまくん、 R 強いからそこまでまくんなくていいと思う。もうここから こから出ればいいってこと。そう、ちょっとずつ進化してるのすげえな。ボソッと、全然わかんねえよ。何この映像。ほぼできてる。うん、結構上がってる。でも一旦戻ってきたしね。今はもう。え、できた。すごできた、できた、できた。どうしようかな。よさこい、よさこい始まりました。すごい。今のは正解。正解。うん。あれで、あとはグラブとかするだけ。ああ。こっちが大事なんだね。どういう感じ？できたってことでおしまい。いいか。